はい、ラジオ機の皆様、おはこんばんちは。今宮健太選手後援会事務局一心寺住職の今宮です。今日は第253回、ラジオの方やっていこうと思うんですけど、今日はね、前回の生配信でジャッジ村上さんに来ていただきまして、まあプレゼントをねたくさんいただきましたので、そちらの、抽選会というのがね、まあメインになっていくと思いますけれどもね、短い時間ではありますけれども、ぜひ、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。まああの日ね、お話ししましたけれども、まあ健太の方がね、まあ子供の方から、まあ移った胃腸炎ということをお話ししまして、多分問題ございませんよとお話をしましたけどね、もう次の日には試合出てましたね。まあもちろん内容もね良かったですし、まあ今のところ問題なく、このまま開幕の方にね、いけるんじゃないかなというふうに思っていますし、まあ現地でね、応援した方々からもね、たくさんメッセージとかね、メールとかいただいています。まあ本当にね、ああいう元気な姿を生で見れるとね、心から安心できるんじゃないかなというふうに思っております。ではですね、ちょっとメールの方もいただいてますので、まずメールというかあれですね、抽選のメールじゃなくて普通にメールいただいてるんで、こちらをちょっと読みながら紹介していこうと思います。セスさんですね、ありがとうございます。トシさん、皆様おはこんばんちは。おはこんばんちは。すごく久しぶりのメールになります。かっこ汗。まずは今年のオープン戦が無事に開催されたことに喜びを感じております。運よく3月7日にペーペードームに観戦に行くことができました。健太くんの姿を見ることができ、感激して、他の選手の皆さんの登場時にはうるうるしてしまいました。こんな状況下で野球観戦できるためにどれだけの方が尽力したのかと思うと感謝しきれません。昨夜3月17日ベイスターズ戦に健太くんの姿がなかったと聞いたときに、胃痛があるとの情報を聞き、少し心配ではありますが早く良くなりますようにと。実は1月23日に、宮若市の自主トレ会場でチーム健太に会うことができました。しかし、当日は雨で、室内練習場にいるのを見つけて心臓がバクバクするし、どうしようどうしようと思いながら、とにかく窓から覗いてみようかと、傘を差して勇気を振り絞り近づいていました。みんなの姿が見えてもう心臓が飛び出しそうでしたが、私以外ファンの方もいなかったし、本当にラッキーでした。でも少しすると職員さんらしきおじさんに、非公開だから離れてくださいと怒られてしまい、現実に戻された感がして、よく考えると、は、私マスクしていない。その瞬間恥ずかしくて恥ずかしくて、健太くんたちに会えたことよりも恥ずかしさの方が上回り、車に乗って帰ってしまいました。職員さんも他の方も、やばいおばちゃんが見てるよって思われたんだろうなと未だに引きずっています。そんな話でしたということですね。追伸、倉岡さん、お仕事に戻られるんですね。ケアマネさんですか。コロナの影響で介護従事者も大変な状況なので、体に気をつけて頑張ってください。また生で行きますよが聞けると嬉しいなと思っています。次回は生配信で久しぶりに村上さんがいらっしゃるとのことで楽しみです。時間的に最初から参加できないかもしれませんが、必ず視聴しますと。いつも長くなってすいません。皆さんもくれぐれも、コロナ対策万全に、どうぞご無事でお過ごしくださいといただいております。セスさん、ありがとうございます。まあ自主トレね、まあ非公開だったのでね、やっぱどうしてもこういう、まあおじさんもね、仕事ですからね、厳しい対応を取らざるを得なかったんじゃないかなと思います。これはもう仕方がないですね。まあたまたまというのもありますけどね、まあ職員さんからすれば分かりませんしね。まあマスクね、これはなかなかね、分かんない。僕もやっぱたまにあるんですよね。やっぱお寺で仕事してて基本一人なので、まあ、仕事中はマスクつけませんからね。で、お客さん来たら、まあ、マスクをつけて、まあ、対応するって形なのでね。まあ、もう今はなかなかないですけどね。まあ、やっぱりその、今はもうなんかマスクしてることが当たり前だし、車にもこうマスクたくさんあって、ね。なんか降りるときにはマスクをつけるっていう習慣ができたので、あんまりないですけどね。やっぱでも、一回ありましたよね。マスクつけずに降りてて。で、お店で言われて、お客さんマスクはって言われてから、あっと思って、ね、車まで取りに戻ったことがありましたけどね。まあこれはもう仕方ないですよね。もうすることは分かってるんですけどね。まあでもね、まあこういった形でね、まあ、反省というのはあるかもしれませんけど、そういったことも考えながらね、これからもですね、球場とか、まあ、ドームとかにね、まあ、行く機会があると思うので、まあ足を込んでもらってね、この分もっともっと応援していただけたら選手も喜ぶんじゃないかなと思います。セスさん、ありがとうございました。ではもう一件いきましょう。津島さん、高則さんですね。ありがとうございます。図書さん、ゲストさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。
かなり久しぶりのメールで申し訳ございません。先日健太選手の応援に神宮球場に行ってきました。現場に着くまでは関東遠征、球場に着くまでは関東遠征に帯同するかどうか心配でしたが、球場に入ってすぐにフリーバッティングをしている健太選手、今宮健選手が目に入りほっとしました。1年半ぐらいぶりの生の健太選手に感動し、スタメンの2番ショートで感動、2点タイムリーツーベースでまたまた感動し、大満足の1日でした。また試合前の練習では川瀬選手やシュート選手にいろいろとアドバイスをしている頼もしい姿も見受けられました。いつでも全力プレーの健太選手ですが、今年は怪我なく多くの試合に出場できるよう期待していますといただいています。高野さん、ありがとうございます。ね、まさにツイッターやってるんでね、ツイッターで言ってるとこをね見てですねコメントさせてもらいましたけれども、まあ、なかなかね関東で健太の姿を見るっていうのもなかなかね去年はほとんどなかったと思うので、まあ、ここに書いている通り1年半ぶりということでね、非常に楽しんでいただけたんではないかなというのがね、このコメントから伝わってきます。またぜひね、球場に行くことがあればまたぜひね、ね、まあ、ラジオにもメール送っていただければいいし、まあ、ツイッターとかでね、たくさんの方にそういった姿をね、見ていただけるような形でね、ああいう風につぶやいていただけると非常に嬉しいですね。高野さん、また、まあ、今年もね、関東行けるか分かりませんけれども、またね、お酒が飲める日を楽しみにしております。高野さん、ありがとうございました。ではもう一件メール最後ですね。これはグデタマさんです。ありがとうございます。樹徳さん、村上さん、こんばんは。こんばんは。村上さん、お久しぶりです。本日の生配信参加したかったですが、試合観戦中で覗くくらいしかできないと思いますが残念です。残念といえば17日は健太選手の腸炎による欠場、体調が心配です。オープン戦調子良かったと思っていましたが、無理をされていたのでしょうか。これからまた長い戦いが始まるので元気にプレーできるよう応援させていただきます。樹徳、そして村上さんも春お忙しいと思いますが無理なくお過ごしください。桜情報楽しみにしています。上田さん、いつもありがとうございますね。まあ村上さんはね、まあいう仕事、まあ不動産屋さんなのでね、まあ引っ越しが多い時期は非常に忙しいと。で、私も桜があってね忙しいと。今年は桜がね相当早くなりそうな気がします。まあ4月の10日からというふうにね、いろんなところでは告知してますけれども、まああれはもうね2月とかの段階で決めてるものなので、まああくまで見通しで、今年はかなり早いような気がしますね。もう4月に入ってすぐ桜祭りが始まって4月中旬には終わっちゃうんじゃないかなっていう気はしてます。ずっと暖かいのでね、まあ、こう寒さが戻ってくれば桜も止まるんですけど、まあ天気はね雨降ったりしますけれども非常に暖かいので、これはちょっと早いんじゃないかなと思っていますので、まあ、あんまりねこうなんだろう、2点3点するとね大変なので、もうはっきり、あ、これはもうこの日からやるなと決まってからね、今年はこの日にやりますというふうにね告知していこうと思うので、まあ皆さんもちょっと気持ち、まあ、早く一心寺のボタン桜祭りもね始まるんじゃないかというふうにと構えていただけると非常にありがたいですね。まあ、ぜひ、皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしております。では、最後に、抽選会の方していこうと思います。まずはですね、村上さんの招き猫ですね、この焼き物の方3名様、これは直筆サイン付きですね、サイン付きの招き猫3名様に、やっていこうと思います。大体42名様からねメールいただいてますので、まあ、招き猫だけでいけば、まあ、13分の1とかそれぐらいですね。それでは引いていこうと思います。もうねプリントアウトしてますんでね、こちらいきます。はい、こちらです。これでいきます。あ、これは違いますね。これは白紙のやつです。すいません、間違えました。では行きましょう。こちらです。はい。萌えちゃんさんですね。おめでとうございます。久しぶりにラジオを見させていただきました。ワクワクしながら2人で見させていただいております。素敵な招き猫さん。皆さんが幸せになりそうですね。ぜひいただきたいです。当たりますように。当たったら即お部屋の今見コーナーに飾ります。キーワードは幸福。今年も大好きな健太選手を応援させていただきますと萌ちゃんさんからいただいております。萌ちゃんさん、おめでとうございます。ではですね、送りますので、多分今週中には、着くと思いますのでね、到着を楽しみにされてください。ではあと2名ですね、やっていこうと思います。じゃこちらですね。はい、こちら、あ、ルンルンさんですね。おめでとうございます。ルンルンさん、村上さんのプレゼント応募します。キーワードは幸福です。よろしくお願いします。配信いつも楽しみにしています。球場になかなか足を運べない状況なので、健太選手を皆さんで応援する場所があるのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。
お守りも届くのを楽しみにしています。握りしめて健太選手の活躍を祈っております。ご住職もお体に気をつけてお過ごしくださいといただいております。ルンルンさんもありがとうございます。といったわけで、まずルンルンさんと萌ちゃんさんのねお二人が当選と、あと一人ですね、見ていきますね。ちょっとね、配信時間も決まってるので、ちょっと、はい、早口になっちゃいますけどすいません。ではこちらの方ですね。はい、こちらはですね、カズママさんですね、ありがとうございます。ジャッジ村上さんの可愛い猫グッズを希望で初めてメールを送りますと、キーワードは幸福です。開幕3連戦の2戦目のチケットが当たりましたので、届いたお守りを持って健太選手の応援をしたいと思います。いただいております。カズママさん、おめでとうございますね。初めてのメールで当選ということで、非常に縁起のいい、スタートが切れたんじゃないかなと思うので、また今後もね、ぜひラジオ宛てにメールと送っていただけると、非常に嬉しいと思いますね。また、まあ、5月以降ね、またプレゼントとかもちょっと出しながらやっていこうと思うので、引き続きよろしくお願いします。といったわけで、まず招き猫はですね、健太の直筆サイン入り招き猫は、萌ちゃんさん、ルンルンさん、カズママさん、この3人に、当たりますのでね、当たりましたので、送りますので、到着の方を楽しみに、されてください。ではですね、次です。招き猫のこれアクリルキーホルダーですね。まあ、サインとは入っていませんけれども、非常に、縁起のいい、まあ、幸福を呼ぶとね、言ってましたけれどもね、こちらの方、10名様に行くんで、ちょっとこれメール読めないと思いますけどね、ちょっととりあえず名前だけになりますけれども、ご容赦ください。ではもう引いていきます。まずこちらですね、千尋のパパさんです。ありがとうございます。キーワード幸福です。村上さんのプレゼントを希望します。村上さん、激励会の時にたくさんお話ができて楽しかったです。またたくさんお話ができたらいいですね。招き猫の話、激励会の時、村上さんが話されていたのを思い出しましたといただいています。千尋のパパさん、招き猫のキーホルダーが当たりましたのでね、こちらも送りますので、到着楽しみにしていてください。では次の方いきますよ。はい、こちらはテルさんですね。おめでとうございます。こんばんは、招き猫が欲しいです。よろしくお願いします。キーワードは幸福です。ケンタ君、そしてケンタ君を応援する皆さん、さらにホークスを応援する皆さんが幸福でありますよう祈っております。私はケンタ君が活躍する姿を見るとき、とっても幸福です。いただいております。テルさん、おめでとうございます。ね、今年はたくさん幸福をいただけるようにみんなでね、ケンタを応援したいなと思いますよね。では次の方いきましょう。はい、こちら、さっきメール読みましたね。高則さんです。おめでとうございます。図書さん、生配信ありがとうございました。健太選手、開幕には間に合いそうでよかったです。今年は感染予防を徹底して球場に行きたいと思います。キーワードは幸福です。いただいております。高則さんもおめでとうございます。はい、ね、日本全国いろんなところに招き猫がね、飛んでいくっていうような感じになってますけど、それだけね、いろんなところから皆さんにこうね、ラジオを見ていただいていると嬉しいことですね。はい、で次こちらですね。はい、常連ですね、あけちゃんさんです。おめでとうございます。キーワードは幸福です。当たりますように、当たったら大事にします。いただいております。ありがとうございます。で、あけちゃんさんもね、当たりましたので、こちらの方またね、コレクションに加えていただけたらと思いますね。はい、では次の方ですね。はい、こちらはですね、さっちゃんさんです。おめでとうございます。キーワード幸福ですと、コロナ禍の中で大変な時期ではありますが、体調を整えて開幕戦出場に向けて頑張ってくださいといただいております。さっちゃんさん、おめでとうございます。あと5名様ですね。こちら、はい、こちらはピンクローズさんです。おめでとうございます。おはこんばんちは。おはこんばんちは。健太君が試合に出ないとどうしたんだろうと心配になります。腸炎だと分かり、開幕には問題なさそうなので一安心です。お守りが届きました。ありがとうございます。明日誕生日なので嬉しかったです。健太君はもちろん証券会の皆さんの健康をお祈りします。キーワード幸福ですといただいております。ピンクローズさん、誕生日おめでとうございます。まあ単純にね、プレゼントではないですけれども、まあこちらのプレゼントをですね、ぜひ受け取ってもらえたらと思いますので、到着の方を楽しみにされてください。ピンクローズさん、おめでとうございます。では次ですね。はい、次こちらですね。こちらアッツンさんです。おめでとうございます。お久しぶりのメールですみません。村上さんの幸せ猫ちゃんがめちゃくちゃ可愛いです。滑り込みで聞けた生配信ラジオ、アーカイブですぐに聞けてよかったです。
キーワード幸福の幸せ猫ちゃんをぜひぜひ当たりますように。当たってないけれども先走りで村上さん素敵なプレゼント企画ありがとうございます。今年の日本シリーズがホークス対タイガースとなりますように、ただ日本一はホークスがいただきますのですみませんと。そして最後に今年はみんながドームに行く中、行動制限もありなかなかドームに行けませんでした。今年はワクチンも打ったし行動宣言も少し緩くなったので今見よホークスを応援ドームに行けるように、たくさん拍手を運びたいと思います。皆さんともせめてドームででも再会できればと嬉しく思います。今年最初の欲しいものです。当たりますようにといただいています。招き猫は当たらなかったですけどね、猫のキーホルダーが当たりましたのでね、こちらぜひ、受け取っていただいて、また村上さんに会った時にね、村上さんに猫、チョコにね、お礼ができるといいなと思いますんでね。はい、では次の方ですね。8人目はこの方です。はい、サチさんですね。おめでとうございます。ジャッジ村上さんのプレゼントを希望します。キーワードは幸福ですと。久々の村上さんの登場で、詳しい野球のお話も聞けて楽しかったです。ありがとうございました。プレゼントが当たりますようにということでね、プレゼントが当たりました。ではね、こちらの方ね、サチさんの方にも送りますので、楽しみにしててくださいね。あと2名ですね。まあ13人と考えたら3分の1ですからね、大体当たる確率はね。こちらですね。ああ、こちらケイジさんですね。おめでとうございます。招き猫を希望、合言葉は幸福ですと。当たりますように。ケンタ君の長縁が開幕までに完治しますようにといただいております。ケイジさんもおめでとうございますね。だんだんね、もう待ってる方もね、今かと自分の名前呼ばれるの待ってると思うんですけどね、あと1名で終わりです。すいません。では最後の、お一人のね、抽選をしたいと思います。こちら、まあ、恨みっこなしでお願いします。はい、ヨシタンさんですね。おめでとうございます。キーワードは幸福ですと。当たってほしいですと。よろしくお願いしますといただいております。ヨシタンさんおめでとうございますといったわけでね、ちょっともう10名の方ちょっと復唱は あれ大変で、復唱しましょうか。ヨシタンさん、ケイジさん、サチさん、アッツンさん、ピンクローズさん、さっちゃんさん、あけちゃんさん、たかのりさん、てるさん、ちいろのパパさんということで10名様当たりましたのでね、こちらの方も、なるべく早めに、送ろうと思いますのでね、到着しましたらまたね、感想などをメールいただけると嬉しいです、ね、村上さんも喜ぶと思いますのでね。はい、といったわけで、まあ、開幕までにはね、皆さんの手元に届くと思いますので、楽しみにしていてくださいね。開幕まであと4日ということでございますので、ぜひね、今年はね、無事に開幕できて、でね、中断、まあオリンピックがあるか分かんないんでね、ちょっとあれ分かんないですけど、まあできればね、まあ、何事もなく、無事にねシーズンが終わるように、みんなでね今年は健太を応援してもらえたらと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではまた次回のね、ラジオもやっていこう。今日長めになりましたけどね、まあ嬉しいこといっぱいありましたから、勘弁していただけたらと思います。それでは、皆様次回の証券会ラジオでお会いしましょう。皆さんさようなら、ありがとうございました。